山本氏チャンネル、誰だ、トーマンバージョン第2弾、トーマンバージョン第2弾、誰だって言いました誰だ、はい、フィギュア王、トーマンバージョン、はい、ありがとうございます。第2弾、はい、ということでですね、第2弾、楽しみですね。楽しみですね、はい、第1弾はドラゴンボールの、ドラゴンボールが発言した時のジャンプですかね。第2弾は、第2弾は、大の大冒険。おっ、めっちゃやばい、最近見た、最近じゃない、去年ぐらいやってたじゃない、なんかリニューアルして、そうそうそう、物語は変わらないけど、うん、CG とかグラフィックとか入れて、あれなんか最後までいかなかったんじゃないですか、アニメが。アニメね、途中で終わったんですよ、確かに。そうそう、それで最後までいくっていうやつ、うん、やりましたね。映像も綺麗なんで、あれ見たらめっちゃ面白かった。おもろいっすよね、今見ても。僕も全部アマプラで見たんですけど、やっぱおもろいなと思って。何もあるんですか、まあヒュンケルも好きですけど、アバンも好きだし、やっぱマームがめっちゃ好き。マダムが、マダムが、あ、なんか手荒な思い出を思い出してきたな、まあ、そういう話も途中で盛り込みつつ、すいません、わかりました、わかりました、はい、はい、この大の大冒険なんですけども、実は大の大冒険の作中の中でドラゴンキラーの武器がオークションにかけられるっていうシーンがあるんです。で、ダイはドラゴンを倒すためにそのドラゴンキラーが欲しいと、でそのオークションに参加するみたいなシーンがあるんですけれども、それを実際にやっちゃおうと、ダイの大冒険の主演者、あれって変えなかったんですよね、あれ変えなくて、結局そう、なんかあのもうそれどころじゃないだろうってことでダイの手に渡って、最初なんか王女か服かなんか売って、そう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 、レモナがなんかそうそうそう、なんかいろいろありましたね。ドラゴンキラーのリアルオークションをやろうということで、まあ、集英社主催かな、公式でやったんですよ、2021年、2年前。知ってる？知ってますよね、リアルタイムで声かけましたもんね。まあ、声かけられたんですけど、それで、で、バタンガンで思い出して、それで550名が参加可能だったんですよ。で、それみんな応募して、僕も当選したんですよ、参加。そう、参加者として当選して当選したんですよ。で、一番のメインどころはそのドラゴンキラー、実物大のドラゴンキラーで、でそれがメインだったんですけれども、当時僕予算ね150万ぐらい持って、まあ、そこまでいかないだろうとか思いながら150万ぐらい予算を持ってドラゴンキラーを落としにかかったんですけど、結局ね180とかドラゴンキラーが、ドラゴンキラーがで、しいね、もうこのままいったら無理だなってことで、最後競り合ってたの僕なんで、でもね、180、あ、そういうこと、うん、ともう一人で、結局180とか150忘れたんですけど、諦めて、あ、もうこれ気にないわと思って、相手いくらだったの、そう、まあ変な話、早く引いた方が相手も安いお値段で買えるから、もう引こうって思って、引いたんで、180、160、まあそれぐらいの値段になって、はぁ、あ、何も落札できなかったなと思ったら、シークレットであと2つあります、はいはいはい、当日発表あったんです、あ、ドラゴンキラーが最後だと思ったら、シークレットが、シークレットが、おで、と思って、うん、僕めちゃめちゃ嬉しくて、何やろうと思ったら、1つがアバンのショーで、もう1つがチェスのキャラあるじゃないですか、ああ、いたいた、アドラー、うん、なんか、なんとか騎士団みたいな、うん、そのチェス の, あのヒント層をした、うん、やつ、そう、2種類、で僕フィギュアコレクターなんで、まあ、アバンの書も捨てがたかったんですけど、チェスやと、やっぱり立体化したもの、これ落としに行こうってことで、僕ら最後なんか活躍したよね、フェンみたいな、そう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 、フェンも仲間になったしね、もうみんなでもいいやつじゃないですか、でその金のチェス96万で買ったんですよ、あれ税抜きだったっけ、まあ、100万前後ぐらい払った記憶あるんですけど、それ今日思い出します、あ、もう言ってから見てるね、はい、はい、金になってるね、金塗装、まあ、メッキみたいな、はいはいはい、まず、これすごっ、ケース、箱が、ケース、うわ、すごっこれ、こんな感じでアクリルケースだね、え、なんだこれ、これ何も入ってない、アクリルケース、あー、はいはいはい、これも一応付いてる、これがまたね、レアほんとだ、ハドラー騎士団落札書みたいな感じですね、ハドラー新鋭騎団特製チェスピースセット金メッキ仕様、うん、でこれ大の大冒険だから、ロゴがここにあるよと思って、はい、あるでしょうね、
はい、これロットナンバー10なんですよ。10、はい、ロットナンバー10。そして、うん、おこれが噂の96枚。うりゃ、おお、まだなんかいるぞ。すごすごいんですよこれ。おお、これすごいですね。さすが金メッキ。金メッキって交互下があるんですよね。そう。これね、中が何なのかって言ったら、うん、シルバーらしいんですよ。ああ、はいはいはい。だから、中身も結構高価なものだと。これ世界一みたいな。金メッキ。まあ、世界一セット。一セット。めっちゃかっこいいでしょ。かっこいいけど、見てる人にも思う。いや、やっぱり、まあ、好きな人はね。そう、大の大冒険ってコンテンツ好きなんで。まあ、こだわって作ってる。そうそう、こだわって。いや、これは俺ね、嫌な思い出を思い出したんですよね。さっきから言ってる。うん。そうなんか電話かかってきて、当たったんすよ、オークション会場に行ける。ね、ドラゴンキラーを2つしに行く。はい。で、他にも出るの。他にも出る。うん、あ、じゃあ、俺も欲しい。おう。ドラゴンキラー欲しいけど、ドラゴンキラーじゃないから、俺も買ってきて。マダンガ。マダンガね、いろいろ見て。あ、マダンガ欲しい。うん。そんなことあります？完全に忘れてるんじゃない？遅刻していった。遅刻していった。いや、もうまだんの終わってない。これね、これマジの話、大の大冒険オークションに遅刻していったんですよ。いや、遅刻なんだよ。で、それで、マダンがまあ中間ぐらいだったかな、行ったら、マダンが終わって30何万だったんですよ。確かに。そう、俺だから60万か70万ぐらいは買うって。そう、なら買うって言われてますよね。マダンがここであったはずですよ。本当はマダンガン、俺はね、マダンガンって言って、マダンガンいくらになってるかなと、もう今思い出したから、そういう思い出がありましたね。さっき思い出したから、リアルオークションとかって一回逃すと二度と手に入る。そう、マジでなかなか次がない。これだってまあ出す人いないっすよ。マダンガンも出てこないし、出てこないですし、もう全部ワンセットなんで。でもこれどこ製なの？メーカーとか？メーカーとかないですけど、でもスクエアエニックスって言って DNA とか、株式会社スクエアエニックス、株式会社 DNA。 そうだから、この2つが主催なんですかね。ですね、うん、DNA の通信オークションのシステムを使ってたんですよ。ああ、じゃあエニックス、エニックスのものですね。でもまあ著作は多分集英社とかにあるんで、それも絡んでるはずなんですよ。本商品の転売は固くお断りします。転売が発覚した際は本商品を回収させていただく可能性がある。へぇ、うん、そこまで厳格にかかる。96万。回収なんて96万作れるの？分かんない。そんなことはない。そんなことはない。回収だからもうルール違反だからお金も返さないし、物も預かるよっていうことでしょ、うん、僕が本当に置いて、うん、もう必要なくなったよっていう、そういうなんか、うん、致し方ない理由の転売というか、うん、譲渡とかは、それは許容してくれますけど、うん、なんかこう、お金目的のために、おっしゃ200万でどうですか、うん、そういうのはダメだよってことじゃないか。まあ、最初はいいですよね。いずれだって僕の手から離れますもん。まあ、永遠に生きる。永遠に生きるわけじゃないね。で、その時何かしら譲渡とか、まあ、譲渡した人間が、うん、まあ、これから、ね、この契約から外れるわけだから、うん、こういう人を売ったりとか、っていうのは自由になってくる。この辺ちょっと難しい問題ではありますけどね。ことはまあないでしょうね。手に持って見たくないですけど、ただドラゴンクエスト見てたんですけど、マダンガンがどんな銃だって言って詳細に思い出せってたら思い出す。あれ魔法、弾に魔法を詰め込む、うん、そしたら撃った時にその魔法の効果がファームだったんで、うん、マダンガン手にしてる人ちょっと家に撮影しに行きたいです。もうぜひ行きたいです。ぜひ声かけてください。これ見てくれてる可能性ありますか？絶対ありますよ。大の大冒険好きな人ですか？あ、そうですね。ぜひ、撮ってるっていうことをね、連絡くれたら、はい、行きますよ。よろしくお願いします。ブルートコーチ。ああ、いいですね。つ、はい。はい、ということで、第2弾。第2弾。ということで、ドラゴンクエスト。はい、大の大冒険の、うん、リアルオークションでっていう。はい。ハドラー騎士団チェスセット、はいはい、ということで紹介をさせていただきました、はい、チャンネル登録、はい、今後とも視聴の方第3弾もですね、はい、間もなく、すぐに、はい、すぐに、発信
ますので、お楽しみにします。はい。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。